10年に1回の大寒波の日と言われは神道の祭祀で、神道の形式をもって神道の祭り事をされている。だったら国の宗教を神道にすればいいんじゃないか、こういった議論が行われた通り、しかしながら我が国は宗教に対して寛容であるべきだということに、伊藤博文さんや板垣退助さん、こういった方が議論をされて、神道だけではない、広く宗教に寛容であるべきだというような中で、宗教の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 宗できたもの、成立したものが教育直接被害だ。父親を、母親を大切にし、同じ信じ合い、夫婦会話して、しかも一旦何かがあればみんなで結束をしようじゃないか。私たちは固有の僕らの宗教を持たないけれども、この教育の職業という唯一絶対の、そして世界的に普遍な信仰というものを持っている、このことに自信を持たなきゃいけない、持つべき、持てるものだと、そしてこの信仰が
白眼狼，他的皮肤。